それではね、百鬼夜行動の D の3、メインラボに進めるイジ君。ダークムーンのかけらの場所を特定したぞい。深い谷を渡った先にある建物じゃ。そこにたどり着いてくれたもん。待っていたぞ、ルイジ君。ストロングなお化けたち、非常に興味深い研究対象じゃ。わい。だが、わしらにはやらねばならんとでも重要なことがある。わかるの？ダークムーンのかけらの調査じゃよ。そんな君に朗報じゃ。今からかけらの場所が特定できたぞ。今から？かすかに反応を頼りに、わしが必死に計算をしてかけらがある場所を割り出したのじゃ。相変わらずわしは天才じゃの。自分自身に惚れ惚れするわい。ふえふえふえ。花の差し。なんで今続けるがわざわざ。かけらの場所なんじゃが、深い谷を渡った先にあるメインラボじゃ。ダークムーンのかけらはメインラボの中にあるぞ。ただの、いつものようにゲームキューブで送ってやりたいところなのじゃが、カメラがどういうわけか反応しないんじゃ。ということでじゃ、自力で谷を渡ってもらわねばならんぞ。確か地下ターミナルにゴンドラの発着場があったような。思い出せんぞ。自分で調べてくれんかの。地下ターミナルに行けばヒントがあるはずじゃ。頼んだぞ、ルイージ君。じゃ、行ってくるんじゃ、ルイージ君。おお、まだあれ、なんか電気消えてない？寒いよ、寒いよ。ポポ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 。まずは火をつけよう。地下に行けなくなっちゃってる。メメン、ママじゃねえんだ。邪魔なんだよ。ああ、もう一匹いた。熱が欲しい。入れる。お、ああ、上に行けた。ついに上のこいつと出会うことができた。これでは3匹くっついたら消えるとかないの？ぷよぷよ的な。おー、あったかくなーれっと。お、こんなところに宝石。あれだ、窓を閉めよう。これで暖かくなるじゃろう。溶けた。ふう。手間取らせやがる。まあせっかくなんでちょっとこっちも軽く見てこようかな。肉どこ行った？焼けた焼けた。まあ前回回ってるんで、うん、この宝石も同じあっちゃな、うん、特になし。 OK。 一応まあこっちも、ここもあれだよね、一番最後にキノピオ返す前にゴールさせるんだったような気もすんだよな。まあしゃあなし。ここも同じやんな。オッケー。じゃあ地下に参りまーす。
お前も行くか一緒に。一緒に行こうぜ。なみたいですね。なんなんだこの生物。イエティか。邪魔。この雪がまだ多分。おっと、まあそうだよ、あそこか。まあこっから行くのが一番早いと思います。これが一番早いと思います。うん、ここの奥だけど。おお、割れてんじゃん。おいおい、爆発しろ。あ、思ったより爆発しねえ全部壊れてくれるのかと思ったんだけど、思った以上に爆発しなかった。あー、すっきり。あー、ばばばばばば。こいつ鎖で、あいつも鎖で、こいつも鎖で、そういうファッション。あらららら、ら全員倒してこいってことか。じゃあ倒しに行こっか。たっ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 た、来るよね。やばやば、なんたることじゃ。詐欺おった。谷の向こうに行かせたくないようじゃ。捕まえるしかないぞい。ここは行けるんですかね。一回ぐらい行ってみるか。上に宝石。しかし溶かす手段が。あ、ねねねね、溶かす手段がないよね。こっちから行くわけでもないんだよな。なし。じゃあ俺帰るから。宝石もらって帰るから。まあ宝石も取ってるからいらねえけど。ん、マップ見た感じさらに奥に入れるところがあるよね。マップ見た感じこっからさらに奥に行けるんだけど、ほらあそこなんか揺れてるよね。まあこれ溶かしたらこの木が倒れてその上歩けるっぽいね。だ、どうやって溶かすのかそれがわからない。ゴンドラが動けばどうにかなるのかな。ゴンドラゴン。はい、ということでね、あの雑魚たちを倒して鎖を解きましょう。別にこのタイミングでこれ気づけたか。もう取ってるから無視するけど。さっきのマップでもある必要なかったね。まずは、ここからやな。一番強そうな金色のデブから。金デブ来いや、かかってこいや金デブ。おお、青が隠れるのやめて。勝手に視界変えられるんだよ、ね、マジックだね。さあ、そして本番のデブ君。上から来るぞー。正面から来たらいいのか。
おう。デブは正面から上。これテソン出るから。こんなに来る。まあ次で終わりや。デブ。まず一つ。結構痛かった。はい、ついでにここもちょっとね。今回いけるかもしれないんで一応見とこう。バガスリューダメージそらそうか。デナマイトなボディでもいいんじゃないですかな。そらそうか。ダイナマイトに当たってもダメージ食らわないやつなんているわけないじゃん。はい、どこいんの。地下2階。これはめんどくせえな。生き直さなくてよかったんじゃねえか、さっきっていうぐらい。さっきと違う。ただね、1回前の仕掛けで出したやつは大体出てる。あれ回らねえ。この隣だよね。回らないんじゃけど、隠れてるだけか。これで回るじゃろ。どういうこっちゃ。もう出とんか。出ろったわ。ここか。ここに隠れてるんでしょ。出ておいで。お、ラッキー。出てきません。ほら、熱いやろ。熱いやろ。全然歩けねえ。何があったんだ今。お金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 を貯めると、なんかいろいろ買える。あかんな、出てこんな。お前か。消えてたのは。起きろー。ひどい。いるんだろ。やめなさい、寒いから。何その2人、かっこいいと思ってんの。クソ雑魚投げる。よし、2つ目。I do it。 ふぅ。あ、もう開けたか。一応この下には行かなくて、よしよし。じゃあ帰るか。ただまー。
かしテレサをね見つけたいんで、まだいないよな。今回はゴンドラ乗ったら終わりだったかな。だとするとさらに奥も行かなきゃいけない可能性あるね。もう二度手間とかいうレベルじゃないのやめてほしいけど。あれここか、ここだ。ゴンドラ乗って終わりだったらね、まあテレサ見つかんなかったらゴンドラ乗る前に奥まで行くか。上かな。どこだ、どこに。ほらここだよね。どこへ行こうというのかね。おーおーおお。所詮お前はザゴなんだよ。我が輩に勝てると思ってるのかい。所詮体力高いだけだから。しかし耐えるね。体力高いだけってかほんと高いんだよ。あばよ、ほんと高い。さあこれで終わりだっただとしたら、まだテレサが見つかっとらん。よくやったルイージ君、すべて封印を解いた。ではゴンドラに乗って谷を渡るのじゃ。あー奥行っときか。だってね、本当にそこにやったらまたこいつら3匹捕まえ直しになっちゃうからね。しゃあない、一番奥まで行ってくるか。ブラックライトを巻きながら行くぞ。 Y でつい使っちゃうけど L1 で使えばね、右スティックと合わせて。おっ、だいぶ遠いんだよ。回収いだどうぞ。もうそして奥行きがわからへん。来い、テルさん。あ、宝石こんなあったっけ。ないよね。あと2個。あの、初めの2個目は置いといて。せっかくだから、ここもちょっとね、左ルート。あー、無理だ。まあまあ、取ってるね。腰しかなかった。ちょっとテレサを探してるんでね、これもちゃんとやってみますか。早めに入れて、割った瞬間に、ライトライトなし。ん、まだ隠れてるやついる。違う？あこれへのヒントか。あー、ここの移動音ちょっとめんどいな。
ここは渡ってこないね。で、そこが開いて宝石。まあ、取ってるから。あ、また倒せんかった。さすがにここでテレサは出ない。戦いにくすぎるやろ。もうこの次ぐらいかな、いるとしたら。まあちょっとここはやっとこう。やい、関係なさそう。ここもテレサと戦うにはきつそうだからね、配置考えると。ここかな、うん、部屋も空いてるね。ちゃっちゃと見てこいよ。そうやな。宝石。あれ、まあ、あ、消えてる消えてる。来い、テレサ来い。ほっほー、おったー、オッケー。やっぱここやろ。まあここしかなかったからね。ルドルフ、ここだと思った。跳ねろー。あー、よく画面わかんない。一発はダメ。そこ詰まってたね。じゃあ、いっぱい跳ねよっか。ぴょんぴょんするんじゃー。テレサがぴょんぴょんするんじゃー。まあまあ、せっかくここまで来たんでね、全部回ってからにしようか、耐えるのは。いっぱいいるー。もう動いた。調べる、調べる。おお、でっかいの出てきた。金かな。よし、答えるか。さーて、これをどうしろと。この辺にぶち込む。壊れない。炎、おお、なんか入ってた。お前かー。ここまで手間かけるほどのもんじゃねえぞ、お前。ちょっとお金がある程度。あ、それでも150もらえると思えば。さあ、一番奥。なんかのポータルがあるね。どこに繋がってるんですかね。はい、ということで、まあということで一周ですが、前はここ確か使う前に強制的に帰らされたから使えなかった。さあ、どこに繋がっているんですかい。まあその前にいつものチェックチェック。
ここは。なるほど。奥まで行って帰ってきたらぴったりになる。おっと、さらに宝石。あと1個か。いやー、初めの2個目は置いといて。多分な、1で一周クリアした後ね、キノピオくん返さずにこっちルートでゴールしたら取れると思うんで。オッケー。どっちから行っても大して変わらんが、まあまあまあ、こっちからでいいか。多分もう、今回はこれで終わりじゃないかなって。はい、オッケー。しまった。わちゃうんよ、ちゃうんよ。B を押したんよ、B。ちゃうんねん。降りるん、L やねん。ZL やねん、降りるの。B を押しても降りねえなって思って、あ、ZL だ。間に合わなかった。無駄ダメを食らってしまった、最後の最後で。あ、この右行ってないけど、まあ、大丈夫やろ。いやー、行っとくか、一応。ここまで回ってね。最後の部屋回ってないんだったら、行くだけ行っとこっか。なんか追加のおかわりがね、あるかもしれない。そんなもんはないね。まあ、当たり前やけど。すごい滑るよ。こいつも出てこないしね、初めの時以外。この中もキノピオくんぶち込めないしね。まあ取ってるからいいけど。よし、OK。ないことが確認できたと。おっ、開いてんじゃん。あれ、ああ、そういうことか。これで壊すのか。うつ、これ1個でいいよね。ちょっと待って、これも壊しとかなきゃいけないんだよね。ほら、大変なことになった。全部壊れて、おっと、危ない危ない危ない。向こう行った時に損しそうだからね。うん、こんなもんか、溶かせそうなところ。だね。うん。ね、このゴンドラが動くわけじゃないんだなっていう。あ、雲の巣か。ハートか。言うほど減ってねえけどな。まあ、ちょっと。ハートはマックスで取るとね、5のお金に変わるぐらいでいいから欲しかったよ。もう終わり？それとも、向こうに着いたら終わり？ルイージ君、聞こえるか？ゴンドラは動いてないじゃと。仕方ない。直すスキルはない。代わりに、ウィフトの運搬ケーブルを使って。はい。はい、OK。ふぅ。多分、ここはミニゲーム。邪魔や、取っとくか。4個目ね、これ。4個目もありや。行くぞー。ああ、これ、まさかの、これだよ。まあ、落ちひんけどな。ボーナスミニゲームでしょう、ここは。抵抗させたいね。雪玉を、何に当てるね。これ 3DS プラスジャイロ前提のやつ。クソですよ。これは失敗かな。
びっくりするぐらいで操作性が悪い。びっくりするぐらい操作性が悪いんだよ。そらこうなるわ。もう一遍できんのかこれ。ダメなやつよ、ね、別にいっかこれね。あの 3DS ジャイロプラスあれ前提のゲームなんで、びっくりするぐらい操作性が悪いです。まあ別にこれやったからってなんかあったっけ？ないよね。まあ正直あったとしてもコレクション要素ではないんだな。もうどうでもいい。おお。あちゃ。何この音。あいつら無限やな。うるさいけど誰が何やってんだ。ここのボスはね超覚えてるんだけど、ルイジ君無事かの。メンテナンスルームに着いたようだな。さすがルイジ君じゃ。ジェネレーターオンにしてメインラボのドアが使えるようになるはずじゃ。おいでおいで。あおダメです、ね。とりあえず壊すのは覚えとるけど。ここに置いて、こうだっけ。どうだったっけ、覚えてねえな。ぶつけてみるか。よ飛ばない。爆弾も、あーそう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 、こんなんあった、こんなんあった、こんなんあった、あったあったあった。コリントゲームじゃん。一つずつ壊していきましょう。しかしこれは落ちちゃうね、うん、もう一回こっちにぶち込むか。ここで止まるよ、ね、ここで爆発すればあの矢印が動いて、そういうことか。じゃあこっちもやな。ここで次の弾くれ。もう一発やな。終わり。よし。出たー。カメラ復活やで。はあはあ。次でボス戦ですか？あ？おお。なんじゃ？
まあ出る前に最後のダークライトチェックなし、いくぞ。うわ出れなくなった、閉じ込められた。嘘だ、どんどこどん。ルイジ君の冒険はここで終了してしまった。大丈夫かルイジ君、まだ通信が切らした、ドアが開けるわい。何、出られなくなっちゃったと。ベースラボに戻ってくるんじゃ。おイエス、おイエーイ、あい出て。転送ができてよかったですね。もうこのまま生き埋めですよ、現実なら。現実ならってなんだよ。にダメですね。さあ宝石残り2つ、実質1つね。ただまあ、いや転送装置があってよかったっすわ。ゲームキューブ様様やな。よくやったぞルイジ君、素晴らしい働きじゃ。まずはオバキュームの中身を出すんじゃぞい。金色の鎖のやつが初めて。ニューニューデブテレシャー400円あげちゃう。あっちのジェネレーターを起動してくれて助かったわい。メインラボのドアを上げられるようになったぞ。さらにじゃ、動き出したおかげでラボにあるカメラも使えるようになった。メインラボの前に転送してやることができるぞ。楽ちんじゃの。というわけで一休みしたらとっとと行くんじゃぞい。ホットなコーヒーでも飲んで体を温めるんじゃぞいと。 D の3、 あれもうボスだっけ、もうボス、あれこんな早かったっけ。ここのボス戦はすっげえ覚えてるんでね。さあそれではね、ヒヤッキーコードのボス戦いくぞ。